こんにちは、雪の助工房のゆきです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。この子は最近編んだタツです。また別の動画で完成品として紹介したいと思います。それでは前回の続きからやっていきたいと思います。ここからはかかとを編んでいきます。まず工場は模様の続きを一段編んでください。ハートもりもりバージョンを選んでいる方は編めました。控えめバージョンを編んでいる方は何段目で終わっているか忘れないようにメモしておいてください。それではかかとを編んでいきます。今回はショートローを編もうと思います。で、実は私ショートローがあまり得意ではなくて、ラップ&ターンをしたらこのようにので、ぐっと引っ張ってください。ではまた端っこまで編んでいきます。裏返します。ではやっていきます。まずは普通に編みます。はい、ダブル目をしたところを2目一度するように編んでいきます。ここです。ここに針を通して編みます。もう一個編みます。はい、裏返します。今編んだ目をまた糸を手前にして滑り目をして。糸を後ろに引きます。なんか参考に見えますけど大丈夫です。このまま裏編みをしていきます。ダブル目のところまで来たので、こちらも裏目の2目一度をするように編んでいきます。ここですね。ここに針を入れてもう1目編みます。裏返します。糸を手前にして目を移してこいつをキュッと後ろに引っ張ります。はい、また編んでいきます。またダブル目のところまで編んできました。同じように2目一度するように針を入れて編みます。もう1目編みます。裏返します。この操作を繰り返していきます。詳しくはですね、ジャーマンショートローなどと調べてもらえるともっと詳しくて分かりやすい解説動画が出ていると思うので、そちらを参考になさってください。きっと私自身もあまり得意ではないので、下手くそかもしれませんがご容赦いただければと思います。ここがですね、くっついてて、これが普通の目でこれはダブル目なんですけど、こうくっついてて見にくい時があるので気をつけてください。はい、ダブル目まで来たので2目一度するように編みます。もう1目同じことを繰り返します。ではこの操作をこのダブル目がなくなるまでやっていきます。はい、ラストのダブル目まで来ました。1回ダブル目を編んで最後のダブル目を編みます。ダブル目を作ります。糸を手前にして目を移動させてぐっと引っ張ります。編んでいきます。はい、こちらも最後のダブル目を編んでいきます。裏返して次は一周編みたいと思います。また糸を手前に持ってきて滑り目をぐっと引っ張ります。まずはここまで表編みをします。この最後のダブル目を2目一度するように編んで、ここからはハートモリモリバージョンの編み方です。控えめバージョンの方はスキップしてください。今こんな状態です。ビヨーンとなって嫌な予感がするので、この糸がつながってるここを引き上げます。で、ちょっと針にかけといて、さっき引き上げてきた糸をねじって一目にしちゃいます。怖いのでちょっと細工します。この一番右の裏目がつながっている隣の目を探します。さっきねじり目したんでちょっと分かりにくいんですけど、この目の真ん中にぐすっと針を刺して糸を引っ掛けてきます。左の針にかけてこのまま裏目の2目一度します。はい、もうちょっとここはおまじないみたいなものなのでください。編まないで一旦右の針に移しておきます。またこちら側も穴が開かないようにおまじないをします。この裏目の隣の目を探します。この子ですね。ビヨーンと広がっちゃってやばそうなこの目です。またこの目の間にブスッと針を刺して糸を引き出します。左の針に今引っ張った糸と最後の裏目を戻します。ここも2目一度しちゃいます。はい、ではこちら反対側に移ります。またこの最初にねじり目を入れておきたいと思います。はい、ちょっとよくわかんないのでここの糸をねじろうと思います。すいません、適当でなんか穴が開きそうなところの糸を拾ってきて。もう目にしちゃうっていう感じです。はい、でダブル目があるのでこれを2目一度するように編みます。最後まで表編みをします。ここで目の数を、こちらですね。裏側の目の数を数えてください。34目あれば問題ないです。34目、36目になっています。はい、では足首の部分を編んでいきたいと思います。こちら側は続きから、ハートの模様は1段目からになっているはずです。編んでいきます。裏側に入りました。裏側は甲側とほとんど一緒なんですけど、この両端の裏目はなしで編んでいきます。なので右上1目交差から始めます。と足の甲の関係上、模様が中途半端なところから始まりますが、気にせずに編んでいきたいと思います。甲側と同じ段から編み始めてください。これで一段編み終えました。そのままご希望の長さまで編んでいただきたいんですが、裏側の最後がこの一目交差で終わっていると編み目が汚くなってしまうので、甲側の裏目を送っておきます。本当はここが編み始め、段の始まりなんですけど、このように向こうに送っておくことで綺麗に編めるようにします。長さなんですけれども、基本はハートの模様が綺麗に終わるところで止めていただければと思いますが、こちらの玉編みのねじねじが8段1模様、ハートの模様が12段1模様なので、一番最初から数えて12と8の勾配数の段数で終わると、綺麗にねじねじもハートも終わらせることができます。まあそこまでこだわらなくても大丈夫かもしれません。それではご希望の長さまで編んでいってください。ただし最後のハートはまた10段目で終わるようにしてください。足首のハート3つ目の10段目まで、ハート模様の10段目まで編んできたところです。最後のハートの11段目だけ編み方が違うのでやっていきたいと思います。まずはハートの模様までは同様に、それまでと同様に次の段を続けて編んでいきます。それでは最後のハートの11段目を編んでいきます。まずは滑り目を2回します。次の裏編みを2回編んで左の針を手前から、滑り目下目に入れて右の針を抜き、編んだ裏編みに右の針を戻します。左の針を2回表編みします。続いて裏編み2目を滑り目します。次の目2目を表編みして、滑り目した裏編みに裏側から左の針を通します。右の針を抜きます。編んだ表目2目に右の針を戻します。左の針の裏目を裏編みします。また表目2目を滑りにして、次の裏編みを2目裏編みします。滑り目下目に手前から左の針を入れて右の針を抜きます。裏編み2目に右の針を戻して表編みを2回、裏編み2目を滑り目して表編みを2回、滑り目した裏編みに裏側から左の針を通します。右の針を抜きます。表編みに右の針を戻して裏編みを2回、これで最後のハートの11段目は完了です。続けて他の模様は次の段を編んでいきます。最後のハートの12段目は前の段と同じ目を編んでいきます。ハートの模様まで来ました。編んでいきます。裏目2回、表編みを2回、表編みをもう2回。裏編みを4回。表編みを4回。裏編みを2回で最後のハートの12段目は終わりです。残りの模様も前の段と同じ目を編んでいきます。はい、これで模様編みがすべて完了しました。この玉編み付きのねじねじの模様が8段で1模様、ハートの模様が12段で1模様なので、8と12の勾配数になっていれば、最後はどちらも切りがよく終わります。で、その勾配数の段というのは、つま先の最初のハートの模様から数えて、ハートの模様が偶数になる段で終わると、切りよく模様が終われると思います。はい、模様が終わったら、あとは履き口のゴム編みをしていきます。今回は1目ねじりゴム編みをやっていきます。ゴム編みの部分は 2.0mm の針に戻して編んでいきます。ねじり目、裏目、ねじり目、裏目を繰り返していきます。だいたい2cmくらいになるまで編んでいきたいと思います。はい、ゴム編みを10段編んできました。これから伏せ目をして終わりたいと思います。まず最初の1目を普通に表編みをします。次も裏編みをします。そしたら今編んだ2つの目に左の針を手前から通して糸かけて引き抜きます。次の目がねじり目なので表編みをして普通に伏せ目をします。裏編みなのでまた普通に裏編みをしてから、左の針を手前から右の針の2目に入れて糸を引き抜く。この伏せ方でやっていきたいと思います。ちょっと名前はわからないのですが、伸縮性のある伏せ方になります。伏せるときはちょっとこのあまりいないかもしれないですけど、ミニは針を使っている方は伏せる時だけは別の針を、長い針を1本用意するとやりやすいです。の目に通して網を割の目に通し、こんな感じでつないで裏側で糸処理をします。処理をして水通しをして完成となります。これ網を割った時はなんかこう模様がキュッとなってあんまり可愛くないんですけど、水通しをしてブロッキングをすることで綺麗に模様が出るようになります。こんな感じで少し横が広がることで可愛い模様になります。まあ水通ししなくても履けばこんな感じになると思います。ちなみにかかとのところは開いちゃいましたが、まあ許容範囲かなと思います。はい、こちらのもりもりバージョンの編み方は以上になります。それではハート控えめバージョンの方も編んでいきます。かかとが編み終わったところからです。まず甲側は普通に編んでいくのですが、こちらではかかとのところに穴が開かないような操作を入れます。この最初の裏目がつながっている最初の裏目の隣の目を探してください。このビヨーンと伸びてい目だと思います。ここの目の真ん中に針を刺して右の針で糸を引き上げます。そのまま左の針にかけて今引っ掛けてきた目と最初の裏目を合わせて2目一度します。ここからは模様を編んでいきます。模様は続きの段を編んでください。私は偶数段になっているので前の段と同じ目を編みます。最後の裏目は編まないで右の針に移します。また最後の裏目と隣り合っている目を探します。この表目ですね。この表目になります。この表目に針を刺して糸を引き上げて右の針に引っ掛けておきます。今引き上げた糸と最後の裏目を左の針に戻します。この2目を2目一度します。はい、こちら側に戻ってきました。途中のダブル目はそのまま2目一度するように編んでいって最後まで表目をしてください。私は控えめバージョンの方ではジャーマンショートローを間違えているので2目目にダブル目が来ていますが、正しくは端の裏側の1目目がダブル目のはずです。はい、この時点でかかと側の目を数えてください。32目になっていれば OK です。では足首の部分を編んでいきます。甲側は模様の続きを編んでいきます。次の目を表目をして、さっき滑り目をした目をかぶせます。表目を1回、裏目を2回、この後は2目ゴム編みをしていきます。表、表、裏、裏、表目2回、裏目2回を繰り返して、最後は表目2回で終わる2目ゴム編みを編んでいきます。長さはお好みの長さで大丈夫です。お好みの長さで大丈夫なんですけれども、ハートの模様と玉編みがあるみじねじを切りよく終わらせるためにはハートの模様が12段で1模様、ねじねじの方が8段で1模様になっているので12と8の勾配数の段で終わらせると切りが良くなります。で、その勾配数の段というのは何段目なのかというと、こちらのつま先から数えてハートの数が偶数になっていれば切りがよく終われるはずです。参考にしてください。の10段目まで編んできました。3つ目のハートの11段目です。最後の11段目と12段目は編み方が少し違うのでやっていきたいと思います。ハート模様まではこれまで通り続きの模様を編んでいきます。ハートまで来ました。それでは11段目を編んでいきます。まずは滑り目裏編みを2回、先ほど滑らした表目2つに手前から左の針を通して右の針を抜き、裏編み2目に右の針を戻して表編みを2回滑り目表編みを2回滑り目をした裏目2つに裏側から左の針を入れます。右の針を抜いて編んである表編みに右の針を戻します。また左の針にかかっている目を裏編みします。滑り目裏編みを2回します。滑り目をした2目に手前から左の針を通して右の針を抜きます。右の針を裏編みに戻します。表編みを2回滑り目表編みを2回滑り目をした裏目2目に向こう側から左の針を通して右の針を抜きます。表編み2目に右の針を戻して裏編みを2回、はい、これがハートの最後の11段目になります。では続きを編みます。最後のハートの11段目の段を編んできました。模様編みの最終段に入ります。甲側は引き続き下の段と同じ目を編んでください。11段目がいつもと変わっているので12段目も変わってきます。裏目表編みを4回表編みを4回、します。続けて模様の続きを編んでいきます。はい、模様編みが全て編み終わりました。ここからは履き口の2目ゴム編みを始めていきたいと思います。ゴム編みは 2mm の針に戻していきます。それでは始めます。まず最初は裏目の2目一度押します。裏編みを2回、表編みを2回、裏編みを2回とゴム編みを続けます。最後は裏編みを1回、また最後の2目も裏編みの2目一度押します。はい、このまま裏側の2目ゴム編みを続けて編んでいってください。はい、2目ゴム編み留めしてきました。あまり上手じゃないのでつすのはこれくらいにしておきます。はい、これで水通しをしてあとは完成になります。ここまで編んでくださってありがとうございました。また個人的に可愛いなと思うデザインを思いついたら YouTube で共有していきたいと思っておりますので、気に入った方はぜひチャンネル登録、いいねお願いします。また実際編んでもらった方がいらっしゃいましたら Instagram でタグをつけて共有していただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。それでは今日はここで終わります。